長さ的に剥ぎ線って書いてあるところでですね、下側に糊を出しているというような感じですね。カッターの刃が乗ってしまわないようにですね、十分気をつけてください。こんな感じで直線でカットして、ここから徐々に薄くなっていってると、これが今本当にもうこんな感じで定規から離れず沿わせるような感じで吸いていきます。トコノールをうちでは使ってて、あとあんま裏面に出てしまうとですね、端だけはですねこんな感じで当たりの位置ぴったり合わせてもらって、表面も取って前の針金スタートの位置ですね、線の上を乗っかるような感じで今進んでみて、糸調子も確認します。段差があるのでその部分はこういう風な感じで越えながら、この部分、好きな形にちょっとカットすると、それで今回ですね完成になります。